海自護衛艦の補給拠点が UAE とオマーンに調整について話していきたいと思います。それでは参りましょう。政府が中東海域に来月派遣する海上自衛隊護衛艦の補給拠点について、アラブ首長国連邦 UAE とオマーンの港を使う方向で調整していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにした。菅官房長官は15日の記者会見で、具体的な寄港先は明らかにしなかったものの、沿岸国との間で必要な調整を行っていると述べた。政府関係者によると、護衛艦の入港実績などを踏まえ、UAE はフジャイラ港、オマーンはサラアラ港が寄港先として挙がっているという。UAE で安倍首相と13日に会談したアブダビ首長国のムハンマド皇太子は、沿岸国として自衛隊の派遣に具体的な協力、支援を惜しまないと発言しました。首相と24日に会談したオマーンのアスアド副首相兼国王代理も、日本の取り組みを高く評価し、今後協力していきたいと語ったという。中東海域に派遣される自衛隊の活動範囲は、オマーン湾、アラビア海北部、バブルマンデム海峡東側のアデン湾の3海域の航海、昨年12月27日に派遣を決めた閣議決定でも、護衛艦が補給などを行う場合には当該3海域に面する港に寄港するとされていました。いつどんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも速報で皆様により良い動画をお届けします。今回の動画で感じたことや知りたいことをどしどしコメントお待ちしています。最後にチャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いします。おすすめ動画やチャンネル登録ボタンも載せておくので、ぜひともよろしくお願いします。